今日はですね、南東からお届けしたいと思います。今ね、ちょっとまだ曇ってるんですけれども、この南東はパタヤからもう本当にね、スピードボートであっという間に30分以内で行けてしまう、そんなね、離島なんですね。非常に綺麗なこのビーチからなんですけれども、今日は和尾さんの独り言ということでですね、スマホについてですね、ちょっとお話ししてみたいと思います。スマホ時代の究極法則なんてタイトルでね、お話をしていきたいなって思うんですけれども、今ね、すごい時代の流れの変化、時代の変化、すごいですよね。前代未聞っていうか、人類史上最大のね、大転換期を迎えているというふうに言われております。まあ、この地球上に人類が誕生してからまだそんなにね、歴史は長くないとは思うんですけれども、地球の歴史と比べたらね、宇宙の歴史と比べたらね、まだ始まったばっかりだとは思うんですけれども、ここ100年の間でね、で、まあ、ここ10年の間でね、そしてここ数年の間にものすごい変化してきてるんですよ。昭和の時代に生まれて、そして平成、令和いうことでですね、約半世紀ほど生きてきたんですけれども、もう子どもの頃と比べたら今全然違うやんっていうようなことがむちゃくちゃいっぱいあるんですよね。だって僕、子どもの頃はダイヤル式の黒電話っていうかね、各家庭1台あの電話機ありましたもん。それから街中には公衆電話がありましてね、それから電話ボックス、そしてテレホンカードが出てきたりして、まあ、僕が高校生ぐらいの時にはね、一部のエグゼクティブの方なんかは移動式電話っていうのを持ってたりとか、めちゃでかいやつですよ、ハンドバッグぐらい大きなやつね。ほんで、まあ外いてても呼び出しができるポケベルいうのが出てきまして、僕が20歳ぐらいの時にはデートの約束とかポケベルでやってましたね。ほんで、あれよあれよと携帯電話とかね、 PHS とかそんなんが出てきて、まあ、i モードいうのでメッセージのやり取りができるいうようなことで、まあ今ではガラケーとか言われてるやつね、あれが一気に普及しまして、まあ、ちょうどその頃カセットテープのね、ウォークマンから CD ウォークマンになって、 iPod っていう音楽を聴くその端末がね、普及しだしたんですよ。で、まあ手帳代わりに電子手帳いうのがありまして、一部のビジネスマンはそれでスケジュール管理をしたりとかですね、まあその頃からハイテクとかいう言葉もね、使われるようになりまして、まあいわゆるハイテクノロジーですかね。ほんで気がついたら iPhone ですよ。 iPhone がね、発売されちゃったんですよね。まあパソコンもね、昔は PC98 とか FM タウンズとか、そんな聞いたことある方もいらっしゃるかもしれませんけれども、 Mac いうのが出てきましてね、マッキントッシュですよ。もっともね、やっぱり僕がセンセーショナル、びっくりしたのは iMac っていうそのパソコンのデザインですよね。そっから MacBook とかね、 MacBook Air とかですね、 Mac、iPod、iPad、iPhone ですよ。この iPhone がね、初めて iPhone を手にした時にはあまりにものこのデザインのね、フォルムの美しさに僕を毎日磨いてましたね。Wi-Fi って一体何なんやろ、これ電話回線つながってなくても使えたりするんかなみたいな、もう手にしてからもう全然理解できてなかったんですけれども、ほんで iPhone3G から iPhone4 が出ましたね。もう iPhone4、 5、 5S とかね、6、 7、 8、 まあ僕は常に一番でっかいモデルのね、一番そのギガ数の多いやつをずっと使ってたんですけれども、 iPhone10、11、 それから12、 30ですよね。 Pro Max っていうのをね、現在使わせていただいておりますけれども、なんか今振り返ってみたら、俺の人生 iPhone ばっかり買ってるやんみたいな。同時に MacBook Air もね、どんどん新調していって、そら Apple 世界一の会社になるわなって感じですよね。まあ実は僕は iPhone と同時に Android もずっと使っておりまして、まあ、このスマホですよ。このスマホが手放せない、完全にこのスマホ時代を生きてきたわけですけれども、時代の流れの変化をひしひしと感じてますよね。人類史上未曽有の大転換期を今迎えてるっていうことなんですけれども、これはね、スマホ大革命ですよ。スマホによってこの生活スタイルがもう見事にガラッとどん
どんどんどんドラスティックに変わっていってますよね。ありとあらゆることがスマホ一本で完結する時代がもうついにやってきてしまっている。まあ当然スマホが全てではないんですけれども、スマホなしでは考えられないこの生活がですね、今例えば朝スマホで起きますよね。でスマホでメールチェックして、 LINE、インスタ、Facebook、 そういった SNS でね、この社会とのつながりを確認して、そうそう、この社会とのつながりをソーシャルコネクティビティっていうみたいなんですけれども、今はねモバイルコネクティビティなんて言われてまして、社会との接続性イコールスマホとの接続性みたいな感じなんですよね。社会って人と人とのつながりで成り立ってると思うんですけれども、もう今の時代はこの人と人とのつながりが全部このスマホの中で SNS の中でできちゃうっていうか、昔はですね社会といっても学校とか会社とかそういう建物の中にその人のつながりがあったんですけれども、今はやっぱり SNS の中にですねつながりが、まあ、コミュニティができてるんですよね。今ね僕も海外でこのパタヤで生活してますけれども、 SNS 使ったら日本にいらっしゃる方と普通にリアルタイムでいろんなやり取りできてしまいますしね、さまざまな情報交換から取引、契約、決済、もう何でもスマホでできちゃうんですね。情報収集、発信で手間と時間とコストがめちゃくちゃ削減できちゃうんですよね。いやパタヤでの日常生活もね、まずなんか必要なものはラザダとかショッピーとかで届くわけじゃないですか。で緊急性のあるなんかちょっとお腹空いたなみたいのは、それはグラブフードとかね、そこでなんか料理頼んだり、それからグラブマートでね、その食料品とか日々の水とかミルクとかそういったものも全部すぐ持ってきてくれますしね、ちょっとどっか出かけようかなと思ったらボルトとかグラブ使ったらすぐお迎えが来てくれますし、どっか泊まろうかなと思ったら直前でもブッキングコムとかアゴダでね予約してすぐ宿泊できますし、で街中出て買い物とかね飲食とかしても支払いなんかは全部このスマホの銀行アプリで行けちゃいますよね。そうそう、現金を持ってる必要が全くないんですよ。もう個人間のお金のねやり取りも全部この銀行アプリでできちゃいますのでね。で僕こっち来てタイ人とかロシア人とかそれから中国人とかね、いろんな国の方と交流するんですけれども、もう LINE とかそんな使ったらもう勝手に日本語でメッセージ入れたら向こうは勝手に自分とこの言語で翻訳して見てますしね、向こうから来たやつも日本語で来ますしね、普通にやり取りできちゃうんですよ。商品見てこれタイ語で書いてあるから分かれへんななんて思っても Google レンズとかねそういう翻訳アプリで見たら全部分かりますし、人と喋っててこれちょっと分かりにくいなって言ったらもう翻訳アプリで日本語入れてパッとその言語に翻訳してね、スマホパッて見せたら全然向こうもそのスマホでパッと返してくれますしね。そうそう、申し込みとか決済とかそういう大事なこともほとんどピンコードでね、まあID パスワードありますけれども全部生体認証で親指一本でいけちゃうわけじゃないですか。まあねこれびっくりするぐらいスマホ一本あったら今世界中どこででも何不自由なく普通に暮らしていくことができちゃうんですよね。いやーなんかね今後ライフスタイルもビジネスモデルも何もかもこのスマホ一本で完結する、逆にスマホ一本で完結しないものはもうなくなってしまうとまで言われているらしいんですよね。そうそう、今回今流しているこの映像もねインスタ 360X2 っていうそういう360度カメラで撮影してるんですけれども、これの使い方なんかもね説明書も何にもいらんっていうか、セッティングからその機能までね何もかもスマホで調べたら全部出てくるんですよ。そういえば最近完全ワイヤレスのギターアンプをね、ボスの刀っていうギターアンプを手に入れたんですけれども、音作りからもう何から何までスマホと連動してまして、スマホのアプリで全部完結しちゃうんですよね。いやーこれねスマホ一本で完結するっていうこのこと自体が今の時代これからの時代を生きていくのにものすごく重要なテーマですね。まあいいか悪いかは別にしてね、やっぱりこう世界中の人類が完全にこれスマホ依存、もうスマホ時代に突入してしまったっていう感じですよね。まあだからこそこのスマホとの関わり方っていうのはね
これ、ある意味子どもの頃学校で教わったわけでもないし、そういう講座や講義を受けたわけでもないんですけれども、いやー、むちゃくちゃ大事ですよね。電気、ガス、水道なんかと同じで、このスマホも Wi-Fi 環境とか含めてね、もうこれは完全に社会インフラなんで、いやー、侮れないですね。このスマホの出現と同時に社会構造もむちゃくちゃ変わってきてますよ。まあ、このスマホ一本で世界中の方と普通につながれるようになったわけですし、国境を越えてますよね。完全にこのスマホが世界を一つにしたっていうか、地理的には離れてても人と人との距離感っていうのは逆に近寄ってますよね。なんで同じような価値観を持った人と人とはつながりやすくなってますし、まあ、もっと言えば価値観とか思いとか考え方とか、そういったのが近い方同士が共振共鳴してつながり合うことのできるこのスピード感、これは時代をね、大きく変えていくんじゃないでしょうか。まあ、僕ら子供の頃はね、学校一緒とか会社一緒とか、そして無理やりこの同じ建物の中で同じ地域でご一緒させていただく方々と仲良くやりましょうっていう時代でしたから、まあ、誰かがリーダーシップを発揮して、そして管理して統率していかなあかんっていう社会のあり方ですよね。まあ、縦社会というやつ、上下関係、力の関係、これが徐々に崩壊していってて、横社会になってきてるんちゃうかなと。まあ、同じような考え方、趣味、趣向、価値観、理念持った方々が横でつながり合って、そして手を取り合って何かを想像していくというね、縦社会から横社会の時代がやってきて、で、まあ、これまではね、いろんな人と競い争い合いながら競争してね、競争社会っていうのがあったわけですけれども、逆にその共に作り上げるっていうね、競争するっていう感じでもちょっと違うんですよ。競争社会っていうのがね、共に作り上げる社会だから、組織のあり方とかもどんどん変わってきてますよね。もう大企業よりも大個人の時代、個人が個人とつながり合ってね、まあ、利権や権力で人々を統率する封建社会が崩壊していってですね、権威を持ったリーダーが統率するレッド型組織から、まあ、ティール型組織って呼ばれる階層や階級のないね、フラットな協力体制っていうか、まあ、社会構造が大きく変化してきてるんですよね。まあ、そのことによって勝ち組負け組とかではなくてですね、楽しみ組の時代がやってきたと。人にね、どう思われるかとか、どう評価されるかとか、そんなことをね、気にする時代から、自分が何が楽しいかっていうね、その自分らしさとか自己実現の時代がやってきたって言われてますよね。自分らしく生きるなんてよく聞きますけれども、そう、今ね、まさにこの世界は縦社会から横社会に、そして勝ち組負け組から楽しみ組への大転換期を迎えてるわけなんですよね。まあ、そんな中でですね、これから僕たちは、まあ、どう生きるのかということですよ。人生100年時代なんて言われますけれどもね、まさにライフシフト、60歳で定年退職して70歳でピンピンコロリみたいな時代ではありませんのでね、少なくとも100歳までどう生きるのか、もう同じことばっかりやってたら飽きてくると思うんですよね。飽きてきたりマンネリ化してしまったら、これね、気が病むじゃないですか。気が病むって病気ですからね。だから元気に生きていくためにも、いろんなところ行って、いろんな風を感じて、そして様々なご縁、出会い、それから気づき、学び、発見、そういった中で生きる喜びをね、自分で見つけていくことが求められる時代がやってきてると思うんですよね。これからの時代をどう生きるのかっていうのは、もう地球の人類みんなにとってのね、最近のテーマなんちゃうかななんて思います。まあ、今日はですね、スマホ時代の究極法則ということで、スマホが出てきたことによってですね、このスマホ革命、デジタル大革命が起こって、世の中社会がどう変わっていくのか、そしてそんなこれからの時代を僕たちはどう生きていくのかっていうことについて、まあ、ちょっと話してみました。幸いね、スマホ一本あったら世界中どこでも行ける、ほんで何でもできる時代がやってきてますので、
まあ、僕もですねこのパタヤでリモートワークからリゾートワークというテーマでいろいろ模索しておりますけれども、ぜひともねこれからの時代楽しいこと、おもろいこといっぱい見つけて、まあ、夢や希望を持ってね、そこに向かってみんなで力を合わせて楽しんでいけたらなーなんて思っております。